狩野川の左岸が大人温泉地区大人温泉は静岡県伊豆の国市にある温泉。源泉は狩野川を挟んだ伊豆市、宇リの地区にあり、こちら側では新酒禅寺温泉と呼ぶ。大人駅から高台にかけて7軒の旅館が存在する。近隣の温泉街のような派手さはなく、商店街住宅街の中に旅館があるといった雰囲気である。近くには 狩野川が流れ、友釣りの発祥の地であることからあゆ料理が名物である。共同浴場はなく、旅館の日帰り入浴を利用することになる。温泉街の外れにある123層は、近隣の人が入浴に訪れ共同浴場的な使われ方をしている。開け湯は1949年である。これに先立つ1938年、隣接する。 王妃と鉱山地家の原港から温泉が湧き出し、金の採掘が不可能となった。この温泉の処理に困った鉱山側は敷地内にヘルスセンターを開設して、鉱山労働者と観光客向けに供することとなった。その後、鉱山は計画的な温泉掘削を行い、安定した輸料が得られるようになった。戦後は王妃町方面への急湯も開始され、既存の宿泊施設が この供給を受けることとなった。なお、ヘルスセンターは1990年代初めに営業を終了し解体撤去された。現在、跡地ではスパリゾート施設、王妃と金山温泉100笑いの湯が営業している。ありがとうございます。